はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんでしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よいしょ。ですね、前回の動画の最後にもお話ししましたけどね、子供のね、ハーモニカでね、カエルの歌をね、30年ぶりに吹いてみたらですね、序盤のね、聞こえてくるよっていうその部分をね、こう吹き始めることができないほどね、もう体力に自信がなくなってしまったね、ヤスでございますけどもね。歌を歌うにしても、その鼻歌程度ならね、こう囁けるんですけどもね、日中も誰もいないね、この家の中でこう本気で何かを歌ってみてもですね、ワンフレーズもね、歌えないんですわ。美容師のね、練習のためにね、そのお人形さんで、ね、そのカットとかセットの練習をする程度の立ちっぱなしの時間ぐらいだったらできるんですけども、歌のようにね、声をこうしっかり出すというのはね、一苦労です。なのでね、そのカラオケにもし行ったとしてもですね、きっとまともに歌えると思うんじゃありませんね。という感じでね、その体を作るために大事な食事にはね、すごく気を使ってるんですけども、昨日のお話の続きであるね、高血圧を解消させる方法に関しても食事というものがすごく関係があります。そしてそれをね、こう身につけていくためにね、運動も必要なのでね、そのことも後半でね、少しお話ししていきます。そもそもね、血圧が高いとね、高血圧となってしまうんですけどもね、その状態ではね、血管の壁をね、傷つけてしまって、動脈硬化を進行させてしまいます。そんな高血圧の人にはね、その減塩が勧められていますね。でそれには2つの理由があるんですけども、塩分をね、多くとって血液中にそのナトリウムが増えていくとですね、レニンとかね、アンジオテンシンなどのね、血圧をこう上昇させてしまうホルモンの分泌がね、高くなってしまうんです。それとね、血液中に増えたナトリウムをね、こう薄めようとしてね、血液中に水分がね、ぐわーって引き込まれていって、血液の量が増えてしまうんですね。でそれをこうしっかり押し出すためにですね、血圧がね、上昇するからなんです。1日の食塩の摂取目標はですね、高血圧とか、慢性腎臓病か、それのね、重症化予防を目的とした量としてですね、厚生労働省のね、日本人の食事摂取基準っていうのがあるんですけどね、それが2020年版か、それにはですね、6ミリ未満としています。前回のね、動画では2014年のね、日本高血圧学会の情報で 9g 以下と言っていましたけども、厚生労働省の最新の情報でね、6ミリの方がね、減塩できてますのでね、そっちを参考にしてみてください。しかしですね、とはいうもののですよ、実際にどれだけのね、食品をね、取ってるかなんかね、わからないもんですし、またね、その血管に良いとされている栄養素やね、その食品っていうのはたくさんあるんですけども、それをね、こういちいち意識して食べるのもね、めんどくさいと思うんですよ。でもなんとかね、その血管を若返らせてね、高血圧を解消したいとね、皆さんが思うのはね、当然のことなんです。そんな血管をね、若返らせる食事のコツとしてはですね、野菜優先、野菜中心食というね、これにつきますね。厚生労働省がね、その推奨する1日のね、野菜の摂取量というのはね、350g ですけどもね、お椀に盛ると大体その2つ分ぐらいかね、それぐらいになります。で、僕はもう慣れてますけどもね、初めて見る人にはね、お椀に配分の野菜というのを目の当たりにしたらですね、もうとんでもない量ですし、もう想像を超えてくると思うんです。でもそれをね、一度でね、食べるのではなくてですね、その量を、毎食に分けてね、例えば朝昼晩やったら、これを3回に分けて食べたらいいわけのことですし、でそれを毎回の食事の最初に食べて、という方法をすればね、気負いせずにね、食べることができます。野菜を先にいっぱい食べるというね、ことをね、常に心に留めておいてください。ほんで、この食事法をね、毎日続けていればですね、血圧だけじゃなくてね、糖とかね、コレステロールなどね、血管を傷める血栓因子のね、すべての数値がね、徐々に下がり始めます。ちなみに野菜を先に食べるとですね、お腹が空いているので、ドレッシングをね、多くかけたりとかね、濃い味にしなくてもですね、美味しくてね、たくさん食べることができます。ほんでもうその時点でね、少し減塩になりますしね、野菜にはナトリウムをこう排出してくれるそのカリウムがね、豊富に含まれてますのでね、野菜を食べるだけでね、減塩の効果がね、すぐ上がるんですよ。そしてね、その食後血糖
糖値のね急上昇はね血管を傷つけますけどもね、野菜を先に食べていれば食物繊維がね糖質の吸収をね遅らせるので、あのね血糖値の上昇がね穏やかになります。それにね血液中のコレステロールのね8割はね肝臓で作られているのでね、摂取カロリーが多いと上昇しますけども、野菜を先にいっぱい食べればね食事全体の摂取カロリーがね抑えられるわけなんです。そしてね食事以外でもねその血管を若返らせるにはですね、こまめに体を動かすことも良いとされています。これねなぜかと言いますとですね、あの全身の血流が良くなればね血管への負担も減るからなんですよ。しかしねそのこまめに運動といってもですね、もういやいやねこう運動しなければならないのかよっていう、そういうストレスを感じるようならばね逆に良くないんです。そこでね自宅で簡単に誰でもできる毎日朝晩2回各1セットずつを行うとね、まあ、このように話すとですね皆さんまだねやってないのにもかかわらずねもうすでにねめんどくさい感じになってしまってると思うんですけども、まあ、簡単に言いますとですね、つま先立ちをしてかかとを上げる、これだけです。ここでもまたねあのそんな簡単に言うけど私つま先立ち立たれへんしかかと上がりませんねんっていう声がね聞こえてきそうですけども、あの人はねそんな状態ではね歩けません。でもしねもしですよ、もしねその一人で歩けない状態の人であればですね、あのふくらはぎをこうマッサージしてあげるだけでもね大きくかかってきますので、あの家族でねあのふくらはぎをこうマッサージしてあげてください。でふくらはぎというのはですね第二の心臓と言われてましてですね、ふくらはぎの筋肉のねこう収縮によるねポンプの作用でですね下半身の血流をアップさせると言われています。もしねこうつま先立ちができる人はね同時にね腕組みをしてつま先立ちのリズムに合わせてね肩を上下にねこう上げ下げするとですね、あのお腹とね胸のね血流をねアップさせます。ほんでね腕だけじゃなくてねそう肩をねこう上げ下げするようにねこう意識をしてください。そしてもっと余裕のある人はですね、肘を後ろに突き出して胸を張って指先を下に向けるように手のひらを前に向けましょう。こういう感じです、こういう感じですね。ほんでね、これでね、この状態でね、背中の血流をね、アップさせることができます。そしてね、もっと余裕のある人は、もうこの状態でね、肩をね、上げ下げするのをね、意識してください。で、このね、つま先立ちとね、あの、肩をこう、こうするやつと、で、こうするやつをね、こう、3種類ね、この3種類の体操を行うことでね、こう全身のね、血流の循環がね、良くなって、血管をね、ほぐすストレッチになるんです。ほんでね、血管を守る最大のポイントというのはですね、血管の中が脱水にならないようにすることなんですよ。で、この脱水にならないようにすることでね、心筋梗塞とかね、脳梗塞などのね、血管の事故をね、防ぐのにも最もね、大切になります。なので、まあ、特に今の季節っていうのはね、乾燥しますしね、まあ、普段から喉も、あの渇きを感じてる時っていうのはですね、もうすぐに水分をね補給しましょう。そしてね、あの減塩というのはね高血圧予防に大切なことですよとねお話ししてきましたけどもね、これから春が過ぎて夏に向かってね注意してほしいことがあるんですよ。季節的にはねまだまだ先のように思えるんですけどもね、例えば炎天下のゴルフね、炎天下のゴルフで大量に汗をかいたらですね、必ずね塩分も一緒に取ってください。あの炎天下ではなくてもですね、もうゴルフのような長時間のスポーツやね、まあ、そうでなくても長時間こう集中しなければならない時とかあるじゃないですか。そんな時でもですね、塩分のない飲み物で水だけを補給していると、自然に出てくる汗でね塩分が失われていくと同時にですね、血液がね薄まります。あの血液の濃度がね低下するとですね、脳はね十分に水分があると勘違いして喉の渇きがね起こらなくなってしまってですね、そのため冬でも熱中症で倒れてしまう人が多いです。以前ねあのお話ししたあの冬のねあの熱中症の時にもですね、この塩分のお話をしたと思うんですけどもね、あのこのような時にねそのおすすめの飲み物ってね、やっぱりねあの経口補水液ですね。しかしね高血圧の患者さんのね目標塩分摂取量はね1日ね6ミリ未満ですよ。しかしねここであの気をつけなければいけないのがね、高血圧の患者さんの目標塩分摂取量っていうのは1日6ミリ未満で、各メーカーのね経口補水液に含まれている塩分の量っていうのはね約 1.5 グラムでね、1日の量の約4分の1ほどの、ね、塩分をねこれで摂取してしまうことになりますので、高血圧の方は注意してください。あのなのでね、喉が渇いたら水を飲ん で汗をかいたら少し塩分を取りましょうということを、ね、意識しましょう。という感じでね、高血圧を解消するための食事と運動のお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。
バイバイ。僕は元気です。